決まってるかい。てて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 てあつき魂の侍ヴァンパイア星野颯太でござす。登録はい、ということで星野颯太登場でございます。ケフはね、世の中でも結構話題になるニュースを話していきたいと思います。そうです。薬物について語ろうかなと思っております。まあ僕はプロミュージシャンやってるじゃないですか。音楽業界とかでも結構多いんですよね。まあそういうのを使ったって噂を聞いたりとか、捕まっちゃったって話を聞いたりだとか、まあよく聞くんですよ。で、まあこれは僕の独断と偏見で話しています。皆さんはこの動画をご視聴して、それで自分なりに考えて答えを出してください。まず俺は絶対反対、絶対反対。もう役なんかやっていねえ、メリット一個もないから、デメリットしかないから。もうメリットなんか一個もないよ、デメリットしかないからね、絶対手出すなって俺は言いたいし、みんなに訴え続けます。まずね、どんな職業の人でも関係ないね。でもあえて言わせていただきます、あえて言わせていただきますと、クリエイターの人が役に頼って作品を作るとするじゃない。そんなのね、ドーピングですよ、ドーピング。役の力でできた名曲なんてはっきり言って聞きたくもねえよ。もしね、曲に詰まってとか体力なくなってとか、それはそれでいいじゃない。リアルの自分を出していけばいいんだよ、伝えていけば。そんなんで法律を破ってね、役の力を借りてできた曲なんかできて、いい曲ができたとしたって嬉しくもねえじゃん。俺は絶対嬉しくないね、そんなのできたとしても。だって薬の力に頼ってできた作品じゃん。じゃなくて自分のリアルを出してけよ、作品に思いを込めてけよ。それがクリエイターってもんだろうが。だから全ミュージシャンに継ぐぜ継ぐぜ継ぐぜ、役なんか頼ってるやつはクソだからな。絶対役なんかやるんじゃねえよ、そんなのを使ってできた曲なんて、いい曲なんてね、もういい曲と俺が認めない、俺は認めないね。まあまず一つ言いたかったことがこれで、音楽業界にいる携わってる人とか、エカティさんとかもう何でもいいよ、もの作りの人たちに言いたいね。役を使っていい作品を作ったって、そんなのがねドーピングでございます。本当の自分の作品じゃございません。シラフでやってみろ。で、まあ、キッズたちになるといけないね。好奇心があることはいいことだけど、好奇心で手出しちゃいけないね。ちゃんと日本に行って、日本で生きて生活住んで、ごめんもう一回言います。日本に住んで日本で生活してる以上、日本の法律守りましょうよ。本当に純粋な気持ちで興味があって、どういう風になるんだろうっていうのがあるんだったら、それと合法の国に行って試してやってみるのは止めはしないよ。ただ俺が言うよ、俺は言うけど、やってるやつも見たことあるし、やってるやつ見たことあるけどね、ほんとね、ラリっちゃうよ。メリット一個もないよ。ねえ、やったやつはさ、よく言うじゃない、人に迷惑かけないからいいだろうとかさ、自分の体がどうなろうが知ったこっちゃねえだろうって言うじゃない。関係ないよ、関係ない。役やってるやつの体なんて本当ね、俺はどうなろうか知ったこっちゃないと思ってる。知ったこっちゃねえよ、どうでもいいの、そこじゃないのよ、そこじゃないのよ。大事なのは役やったやつっていうのは、人に迷惑かけてないで自分の体をこういじめてるだけって言うかもしれないけど、実際のところをラリって刺したりとか、ラリって車の人混みの中に車で突っ込んだりとかってニュースよくあるじゃん。やっちゃうんだよ、実際に他人に迷惑かけちゃうんだよ。だからダメ、
で、覚醒剤とかは認めてる国確か多分ないと思うよ。俺詳しく知らないから。でもマリファナ、大麻だったら認めてる国、アメリカでも州がさ、州によって法律違うから OK な確かあるんだよね、州が。うん、あとなんだっけ、ヨーロッパの方でも確か あるんだよね OK な。ほら、だからそれを本当に興味があるんだったら、まあ行って、そこで OK な国に行ってやればいいんじゃん。ただ日本に住んでる以上、日本の法律守って、じゃあ迷惑かけて生きていかなきゃダメだよ。それに俺が言うけど、何回もしつこく言うけど、本当にね、メリット一個もないよ。好奇心でやって抜け出せなくなるだけだよ、依存症で。自分の理性だけじゃもうね、止められなくなったりするんだから。で、施設入んなきゃいけなくなったりしたらさ、絶対後悔するって。うん、薬はもちろん反対だけど、もう一回言いますね。薬はもちろん反対だけど、俺はね、タバコをすらしないよ。タバコすら吸わないし、お酒も飲めない。うん、お酒は飲みたいけど飲めないだけなんだけどね。うん、だけど、ね、タバコとかもね、バカだなって思うんだよね。タバコ吸ってる方には申し訳ないけど。お金払って、ね、寿命を縮めて、何が楽しいのって思っちゃうんだよね。で、なんか、それを頼らないと仕事ができないっていう、依存し、タバコに依存しちゃってる人とか見てると、なんか悲しくなるよね。うん、よくいるんだよ。僕の知り合いにもいたんですけど、デザイナーさんで、イライラして仕事が手につかないって。だから仕事中はついつい深くてやっちゃうって。でもそれってタバコなくなったら、じゃあ作品描けないのって話じゃない。作品描けないの、作り出せないのって話じゃん。そうなってしまったら終わりだと思うんだよね。何かに依存しなきゃ生きていけなくなったら。自立しようぜ。自分の力で頑張ろうぜ。だから俺は基本的にそういうものはね、全部好きじゃないんだよね。ギャンブル依存症にもそうだし、アルコール依存症もそうだし、薬物依存症もそうだけど、その依存するものにこうすがって頼って生きていくみたいな生き方は好きじゃない。だから俺は全部やってない。アルコールだって、アルコールは飲みたいけど飲めないだけなんだけどね、さっきも言ったけど。うん、でもタバコだって、まあ昔やってたけど全然やめれた。もうすっぱりやめれたね。もう今日からやめるって言っても、そっから一回も吸いたいっても思わなかったし、一本も吸ってない、うん、だし、薬物ももちろんやってない。これはもう法律に違反しますから。僕はもう平和主義者の、もうちゃんといい子ですから、天使ソータですから、ちゃんと法律守って生きてますから。はい、まああとギャンブル、うん、ギャンブルだってソータはやりません。うん、だってね、儲かるかもしれないけど、でもマイナスかもしれない。じゃあ別にプラマイゼロでいいじゃん。自分のね、力で汗水かごめん汗水垂らして、自分の力で汗水垂らして、それでなんだろう、得たお金っていう方が絶対なんだろうな、嬉しいと思うんだよね。まあ確かに俺もお金欲しいよ。素直だからぶっちゃけます。俺もお金欲しいよ。拾いたいよ。1億円拾ったら嬉しいよ。多分俺そのままもらっちゃうよ。だけども自分がね、もう時間と労力をかけて、魂を込めて描いた作品、これが評価されて1億円もらった時の方が100万倍嬉しいと思う。最高に幸せだと思う。俺はそう思うんだよ。だからやること、法律に違反しないことをやることは悪いことじゃない。ギャンブルやることって悪いことじゃないし、タバコ吸うのって悪いことじゃないんだ。ただそこに依存しすぎちゃって、これがないと生きていけないってなるのは俺は良くないと思う。だからやりすぎには気をつけてほしいな。うん、タバコも言うじゃん、百害あって一利なしって。うん、だってね、集中力の低下とかだって、タバコはないか、アルコールか、これはアルコール摂取してると集中力低下するから、だから飲酒運転とかっていうのは禁止されてるでしょ。だから全部やりすぎるといいことっていうのはないんだよ。体にとっても毒だし、お金だってかかるし。でそれで自分が傷ついてしまったり、誰かを傷つけてしまったら周りが悲しむ、もう迷惑かけてますから。うん、で本当にね、最後にもう一回言うよ。
最後にもう一回言わせてね、大事なことだから言わせて。自分の体を傷つけるだけなんだから、人に迷惑かけてないんだからって薬をやってるやつで言うやつ、ちょっと聞けよ、ちょっと聞いとけよ。でもな、もし家族がいるんだったら、親兄弟がいるんだったら、その人たちが悲しむぞ。親友がいたらそいつも悲しむぞ。恋人がいたらそいつだって悲しむぞ。お前自分の体をいじめたら、周りにいるお前を大事に思ってる人が悲しむんだからな。それを考えてやれよ、やるんだったら。決まったじゃあ僕はそういうことで、ヤクルトは絶対反対のソータでございました。 No drug, no life, I love music。 転がってください。もちろんソータです。ご視聴ありがとうございました。僕らの関連動画などは下の概要欄からお願いします。好きでした。また来てください。